へんてこ言葉ダジャレ絵本。もしやもやし。ダジャレ作家アリッチリッチちゃん。八百屋さんの店先でもやしは、やーい、もやしっことからかわれました。からかったのは大きなかぼちゃやスイカ。もやしは、もやしがもやしっこで何が悪いの？と言い返しましたが、悔しくて泣きながら家出をしました。八百屋さんのおじさんとおばさんはとても心配しました。次の日、覆面をした変なお客さんが八百屋さんにやってきました。ねえ、ゆずを譲って。ごめんね。これは売り物だからお金がいるんだよ。そうか。じゃあネギをただにまけて。いくらなんでもネギをただに値切るなんて無茶だよ。じゃあレタスをちょうだい。レタスは売り切れたっす。じゃあもやしはないのかい。もやしは今ちょっと。おじさんが困っていると、もやしがないなんてつまらない八百屋だね。さっきからバカにしやがって、いい加減にしねえと。とおじさんは怒りました。まあお待ちよ。とおばさんが優しく言いました。あんた、もしやもやし？そう言うと、変なお客は泣き出して、あっという間に、もやしに戻りました。寂しかったよ。かぼちゃやスイカも、ふざけてごめんね、もやしくん。と謝ったので、もやしは機嫌を直して、また八百屋さんに並びました。へんてこ言葉